このスタジアムでは、スコアレスドローという結果でした。 J2 では大分9勝、福岡3勝、引き分けが3つ。さあ、まもなく試合開始のホイッスルです。主審松尾はじめのホイッスルが鳴らされまして、試合が開始です。さあ、小出から長澤です。そして受けたボールは町田、町田が自ら行って中に上げ切りました。さあ、ここはどうだ。長澤決めました。ちょっとエアポケットに入ったかのような、そんな瞬間がありました。前半の7分、完全に今福岡ちょっと止まりましたね。そうですね。もう一度ご覧いただきます。まずここで長澤がポストプレー、そして町田がここをね、背後をこう取る動きから、まあ、長澤が中にいないんでどうかなと思いましたけどね、このクリアボールに対して戻ってくるんですよね。それをインサイドで、ね、またですか。落ち着いてましたね。ただこの町田、立ち上がりからいいね、攻撃参加、しっかりボールに絡んでますよ。これも多分またではないですかね、2人の間ですかね。しっかりとこう落ち着いて流し込みましたよね。ちょっと福岡ボールウォッチャーになっちゃった部分がね、そうですね、かなり枚数はいたんですけど、完全にボールウォッチャーになりましたね。さほどこうやられる感っていうのは今のところはないですけどね。ここはエンリケトレンサボール、フリーだ。さあ、シュート、ビッグチャンスでしたけどね、逃してしまいましたね。さあ、ここで前半終了の主審松尾のホイッスルです。スパ福岡には渡りに出ましたが、その渡りが、ファンマと交代しています。さあ、今度は大分のキックオフで後半が始まりました。ボールはエミル・サロモンさん、柔らかいボールをファンマめがけていきました。ただこのボールは、いや、セカンドはアビスパだ。右足シュート、まあ、では最後は杉本、前半ではないような形がこうやはり出始めてきましたよね。ミサオとテレビザンの間に今ブルーノ・メンデス、そしてあっと、どうだ、ブルーノ・メンデス、ファーに長澤、そして中央にエンリケ、入っていった長澤、こぼれたところシュート、トレビザン左足を伸ばしました。大分追加点。これは大分にとっては大きな追加点ですね。朝が前で競って相手に当たったんですよね。奈良に当たったんですかね。奈良に当たったボールがちょうど左足伸ばしたところ、エンリケ・トレビザンの前に転がったんで、それをね、いち早く反応して、ブルーノ・メンデス受けてジョルディ・クルークスから、ブルーノ・メンデス右足柔らかく入れていったエンリケ・トレビザン、ったこれが、もう一度確認します。そうですね、まあちょっとね、そうですね、肩より手 が、そうですね、上がってますしね。これね、守ってる方は仕方ないんですよね。やっぱスライディングするんで、手がこう上に上がらないっていう状態はバランスを取るのに非常に難しい。76分です。逆をつきましたジョルディ・クルークス、落ち着いてましたね。福岡1点を返します。シーンです。キーパーの位置をね、しっかりこう、はい、動きを見てね、落ち着いてましたね。ボール、ファンマ、こぼれたところ、羽田です。ここで松尾さんの笛、大分5試合ぶりの勝利、そして